はいどうもビルトです。というわけで今回なんですけど、投稿版のねスカイウォーズやっていきたいと思います。というわけでね、統合版のスカイウォーズやっていくわけなんですけど、最近ね配信とかよくしてると、まあ、統合版やってほしいっていうねコメントが結構多くて、まあ、僕的にはね結構この統合版の操作に全然慣れなくて結構避けてたんだけど、まあねあまりにもね要望が多いので、今回はね統合版やっていきたいと思います。でまあ僕あんまりねなんか統合版のサーバーとか知らないんだけど、まあいつもね統合版撮るときにやってるハイブのねスカイウォーズやっていきたいと思います。まあというわけで、まあソロね行こうか。ソロ行きます。まあやっていくわけなんですけど、あなたのロッカー、まあなんかこういうのよくわかんないんだけど、あとなんかさ、統合版この左上のチャットマジで邪魔じゃないこれチャット消せないのかな。なんか前もね消そうとしたんだけどなんか消せなくて、まあ、諦めてたんですけどね、まあ消せないということで諦めて、で早速やってきましたね。あのなんかね結構前に出した時になんかこの鉱石を掘るとこの鉱石特有のアイテムが出るらしいんですよ。あの僕それマジで一切知らなくて全然掘んなかったんだけど、今回ねダイヤのやつはね掘ろうかなって思ってて、ダイヤとかね掘るとあーいいねいいね、こうやって防具が出るらしいんですよ。これはね全然知らなかった。なんかジャバマにもこういうなんか似たようなさサーバーあったよね。まあ全然覚えてないんだけど、まあというわけでね早速真ん中行きましょう。で統合版の場合こうやってね前に繋げた方がいいらしいんだよね。 OK よいしょ。でまあね僕はもうどんどん真ん中に行った方がいいと思う。統合版もジャバ版もね多分どんどん真ん中に行って強いアイテム取った方がいいと思う。あの人絶対強そうなんだけど、あの人わかるよ速い動きが。で待って、ダイヤフルだから一応ダイヤフルはでかいんじゃない。これ来る、その人来るか。 OK 全然落ちないの、なんなんガチで全然落ちない。あー OK あー OKOKOK。 じゃあ待って、ブロックの位置さ全然ダメだわ。あ待って、その切り返しはね予想できない。あ OKOKOK 落ちてくれた。で結構前に統合版の実況した時にあの僕ボロ負けだったんですよ。で、まあ、今回はねちょっとボロ負けとはね行きたくないんだけど、あもうこういうのこういう被験とか使えるとマジねやっぱ統合版じゃなくても統合版関わらず Java 版でもね被験はねマジで痛い本当に。なんか耐火ポーションマジで欲しいんだけど、バカ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 いっと、ちょ待ってこれマジで回復とか出ないの。この俺耐火が欲しいんだけど、ガチで耐火が欲しいんだけど、あるわけないよな。うまくやるしかないこれは。よいしょ、落ちてくんない。あっ OKOK 落ちてくれた。であと多分この人いけるかな。この人さっきの人だよね多分。来るよ、どうせ危険来る。でもちょっともう迷わずに行きたいな。待って、どんぐらい知らないのそれ。硬すぎん硬すぎん。俺の剣が弱いよこれもしかして。 OK どこ待って、なんでそんなはめられんの。待って、硬すぎでしょさっきの人本当に硬すぎたんだけど、まあ、確かに自分が意思犬ってのはあったんだけどさ、それにしても10回以上殴ったよ多分20回ぐらい殴ったはずなのにさ全然知らなかったんだけど、まあ、いやちょっと切り替えてやっていこう。ちょっとダイヤ剣とか鉄剣とか取りたいな。意思犬はもうやめよう勝てないねこれじゃあ。よいしょ、あいいね鉄剣来た、いいじゃん。でなんかこれね Java みたいな感じでこうチェストいきなり数字キー押してもね全然アイテム飛んでくんないんで、ちゃんとね1個ずつ取るしかないってことをね知ってる。 OKOKOK でブロックもねいつものキーに入れて、エンパも一応持っといて、もう真ん中行っちゃってよくね。待って、それ届く、怖いんだけど。 OKOK ほい。でもうどんどん真ん中に来てる人はね倒していきたい。え、待って、なんでそんな俺のことに願うの。やばくね。ちょ、待って。落ち着こう。ちゃんと、取って。あの人が、なんかどっかでね、そうやって取ってる間に、僕はちゃんとね、アイテムを揃える。で、一回回復しよう。こっちの装備が弱いんだよな。
後ろ行ってもいいんだけど、おお、なになになに、ビビったビビった、あぶね、オッケー、一人あり一人あり一人あり、もう見えない見えない、マジで見えない、ちょっと待って一回引こうか、オッケー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 、ちょっと待って、これは欲しいな、来てるな、来てる来てる来てる、あ、いいよ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 、いいもの持ってんじゃん、いいもの持ってんじゃん、いいもの持ってるんだけれども、ちょっと待ってね、一回回復します。被験これか、さっきの人があんま強くないんだね、この被験自体は、被験自体は強くないんだけど、自分ヒールがないんであんまり強気には出れないな。それマジエメラルド掘って何があんの、それ教えてほしいんだけど俺にも。よいしょ、何がつくの、あ、そういうアイテムが出んのね、それせこいわそれせこいな、いけるいけるいける、であんまり戦うよりも自分落としたいんで、よいしょ、え、マジ落ちないの、それで落ちないの結構バケモンじゃない、まあ、いや結構リーチ長いな、そしてほいほい、 OK でこの人行きたいな、うん待ってちょっと待ってくれそれかっこいいんだけど普通に、あ、でも待って、そろそろ自分体力的に死ぬな、どうしよう、一回金銀ゴとか、これバカじゃないのマジで、危な、なんかもうみんな掘ってる、でも俺あマジでさルール知らないからさ、これ何掘ったら正解なのかが分かんないんだけど、マップの下に長時間いるとダメージ受けるようだって、どういうことや、分かんない分かんない、落ちてた落ちてた、なんか一人落ちてた、あ、いるね、もう行っちゃうか、あんま長引かせてもね相手の都合がいいようになっちゃうから、落ちてくんない、落ちてくんない、マジで落ちて、あ、オッケーオッケー、勝ったんじゃない、おいジジー、はい、ということでラスト試合やっていきましょう。あの本当にもう思うんだけど、毎回思うんだけど、敵の防具が硬すぎる、マジで無限に体力あるんじゃないかってぐらいマジで強すぎる相手が、なんか多分僕の方が絶対殴ってるはずなのに、なんかマジでね解けないね相手が、それがマジで怖い。だから普通に殴って殺すより落とした方が多分早い、これ、まあ、極力ね相手のことは戦わずに落としつつ勝ちたいな、これ。よし、真ん中行きましょう、でほい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 、飛べるべ、オッケー、おつー、で、あれも来てるね、まあ見てないふりしとくか、とりあえず、ほいほいほい待って待って待って、え、なんでなんでなんで、やばー、はい、というわけでね、今回は統合版のねスカイオーズやっていきました。本当にね、自分が無知すぎてよくわかんないことばっかだったんだけど、なんかこのハイブのスカイオーズについてねわかる方いたら、よかったらねコメントでなんかね教えてくれるとマジで嬉しいです。というわけで、今回はここら辺で終わりたいと思います。この動画が面白かったらね、チャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いします。あと僕のツイッターのフォローよかったらお願いします。下の概要欄からね僕のツイッターアカウントに飛べるようになっているので、よかったらね、フォローしてみてください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。